どうぞ。はい、本日も始まりましたバニラビーンズのネット TV バニリオラビ、今回は86回目です。放送中もメールをお待ちしています。バニラビーンズアットマークフラワーレベル .jp まで送ってください。待ってます。はいはい、はい。5月19日に私たちミニアルバムデフ&デフ発売して、インストイベント5日間ありました。皆さん来てくださってありがとうございます。そして渋谷タワーレコードさんでね、デイリーチャート1位、ありがとうございます。そしてウィークリーは2位でございます。ありがとうございます。本当皆さんのおかげです ね、ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんも買ったのかな。買ったじゃないの。買ってるよ。買ったのかな。買ってるって。そういう話は最近してないなと自分が連絡しないからでしょ秋音ばっか喋ってからでしょ。秋音は喋るんですけどね、うん、なるほどね、はい。じゃあコーナーに行きます。早いね、本当に毎週毎週さ。今日はね、あのお題が面白いんでね。あ、そっか、サクッと行きたいわけね。じゃあ北欧講座行きたいと思います。はいはい。今日は今日またフラワーレーベルのサイトから引っ張ってきました。サボ。サボね。これ1万5000円が今9000円で売ってます。マジ安い。サイズ36、23から24ぐらいです。じゃあ2人とも履ける、ね、で靴底が木でできてまして、うん、上のここはビニールなんですよ。だから雨の日にも履けるっていう。なるほどね。でこっちが服。ちょっといなくなった人いるんですけど、ストライプ&フラワーシャツ。この何してんの。これが何してんの。え、何がないの。調べたもん。ちょっと待って何がないの。あ、どこね、紙がない。すみません。で、これこのワンピースが、うん、シャツが49,000円。高いよ。が今29,400円で売ってます。うん、ね、いいよ。ホルムのセレクトショップで。これでも手縫いの刺繍なんですって。この部分がこれ中原さんたちが買い付けてきてるんでしょ。みたいですね。そうそう。でもフラワーレーベル全然物売れなくて、うん、先月なんか1個だけ1500円のなんだっけな、なんとかが売れたみたいな、うん、食器かな。それ以外は何にも売れてませんみたいな。はい、皆さんぜひ買ってください。で高いんだもんね。高いですね。29,000円もちょっと高くて。どうしたの。あったの。ありました。落ちてました。あのリサ子の話も聞いてください、ちゃんと。はい、きます。はい、はいはい。次、レナのアイドル講座。はい、落ちてました私のウィキペディア。はい、今日はトヨタエリーちゃんです。なんで後ろにセットリストがあるやだあって、いろいろ映ってる。そういうことにしておきましょう。はい、うん。別名エリー、ウォードエリカ。誰。トヨタエリーちゃんは、あのスターダストプロモーション所属の、うん、あの柳楽優弥君と最近結婚されました。つけっぱなし、うん、出しっぱなし、ね、はいはい、開けっぱなしの女の子で、はいはいはい、1989年1月14日生まれの21歳で、はいはい、なんでその子は気になったの。急にやっぱり可愛いし、うん、結婚を機にすごい知名度が上がったなって私は思うんですよね。まあそうね、うん、ちょうどいいタイミングだったし、あの CM が流れてた頃、ね、で結婚もそんなにその子のイメージがダウンするわけでもなく、逆に私の中では好印象で、なんか一歩引いてる女な感じがすごい。三歩下がった、ね、三歩下がっていいなってついていく感じなんだ。中学1年生の冬に渋谷でスカウトされ、スターダストプロモーションに所属する。はい、まだやってるんですよね、スターダストはね、スカウトはね。うん、それやってるでしょ、みんな。今もやってんじゃないの、やっぱり。どこの地元さんも。で、2009年12月2日に柳楽優弥との結婚約が報じられ、はい、自身のブログで発表なんです。最近ブログで発表が多いですよね。結婚しましたとか、うん、別れました、離婚しました、子供できましたとか。別れましたも書くの。なんか書けません。本当。お騒がせしましたみたいな。あ、それはまあ、ね、うん、なるほど。はいはい。父親はイギリス人、母親が日本人。ーハーフか。特技は英会話とピアノ。うーん、すごいな。うん、やっぱ CM
が最近すごい見るんで、うん、いいなと思って、うーん、てかもうこの子は来てますね。あ、そう、うん、もともと何をやってる子なんで、何をやってるのかな、女優さん、タレントさん、女優、モデル、モデルさん、モデル内容はファッション誌、うーん、でもともとはウォード・エリカの名義で活動していたが、うん、エリー名義とか、トヨタ、トヨタ・エリカ、うん、2007年に改名だそうです。うん、なるほど、なるほどね、わかりました。はい、そんな感じです。ありがとうございました。今日ずいぶんローテンションじゃない。本当ですか。うん、今日のお題は、はい、これお題はなんて言ったらいいんだろう、レナとリさんに書いてほしい似顔絵を募集いたしました。じゃあ2人から2つずつ選びましょうか。そうですね、4件ぐらい で、ね、で、あ、その前に書いて送ってくれた人もいます。あ、これ先に見せた方がいいですね。いいよ、見せようか。とペンネームコービーさんから、コービーさん、ありがとうございます。コービー自作が3点あります。うん、はい、コービーの合成写真、ティアラリサとミツバチレナです。貼り付けできないので添付にしましたのでよろしくです。コービーを、はい、これ、はい、これは自画像、これはでもコービーさん、そう、自分の自画像だった。KB さん自画像と、わ、これすごいな、これも、これもです。はい、これいっぱい来ました、ありがとうございます。いっぱい来たんだ。これですよ、あと、この3つも。絵はうまいですね。絵うまい。絵うまい。そう。これ、こっちか。これがリサコ。レナ。これ上レナ。いっぱい描いてくれたのね。いっぱい描いてくれた。ありがとうございます。見えるかな、皆さん。すごいですね。そんな絵は描けない。うん。はい。すごい。ありがとう。では。うん。じゃあ2つ選びましょう。はい、あと私の方にも、うん、あの田中ピコピコさんが千葉さんとバニビを描いてくれました。こんな感じです。でも千葉さんが一番綺麗な気がするのは私だけかしら。いい男がいたら私がハグするからね。あ似てるかも、うん、ありがとうございます。あら、すごい、ね、これ可愛いですね。このそう髪型も可愛い、ね、うん、千葉さんが私みたいな髪型になってる、パッツになってる、パッツだね、可愛い、ありがとうございます。千葉さんちょっと微妙に巨乳ですよ、これ。すごいね、手が手が本当だ、胸が寄ってる、本当だ、いいな。みんな10枚買うとハグできるそうです。なんか昨日さ、長崎さんがさ、今日もさっきあの事務所行ってさ、いたんだけど、なんかあの10枚15枚、20枚とか、なんかメニューを作って、なんかそれ募集で出せばって。まず2枚からってませんでした？ 2 枚だと何があるの？千葉さんと、なんだろう。10枚がハグなんですもんね。そう。握手じゃないですか、まずは。握手ぐらいするけど。2枚で握手で、で10枚でハグに飛んで、で20枚でお茶でしたっけ？で30枚で、千葉さんとお茶。飲み？なんか言ってますね、ご飯を。あ、食事代でラーメン行くとか。ラーメン、うん、ラーメンぐらい行くよ、別に。で、40枚でオタク訪問。オタク訪問。家政婦。うん。ハウスクリーニングでもなんでも。そんなのやりたい人がいるとちょっと思えないけど。でもね、本当に10枚買ってくださった方いらっしゃる、ね。そう、10枚買ってくれた人とかびっくりしました。ありがとうございます。突然私がステージで、うん、抱き合ってたから、うん、社長とかびっくりしちゃった。しばらくやってんだみたいなことらしいんで、まあ、あの物好きがいたらご連絡ください、うん、なるほど、うん、じゃあ書いてきますか、はい、私からも1個ねあるから、あ、じゃあ全部で5件、うん、先じゃあ行きましょうか、はい、はい。